各地学者は、受学者で、浄土新宗の僧侶でもあった、本沢武雲によって設立された、山形県天道市所在の私塾。月光少女、緑島書院とも称し、大宇山系五郎山の麓に立地したため、五郎学校とも呼ばれた。1869年設立、1946年、廃止。では国上の大山藩の藩公名新館や京都、 江戸などに学んだ儒学者、本沢武雲は、慶応3年に帰郷して、明神館正し学として、儒学を教授していたが、母辰戦争後、明神館は閉鎖されてしまった。各地学者は、竹雲の門人で、東村山軍団、津村の名主であった、有城六衛門に招かれ、天領の漆山役所の許しによって、明治2年2月に開かれた私塾である。建物は、 明治三年に落成し、間もなく、寄宿生、約三十人と通学生十数名が入門している。各地学者の教育方針は、本沢武雲の、学問は心と身を善に移す、外無の功という言葉に示されるように儒教的な、道徳主義、特育をその骨子とした。西洋文明は、徹底的に廃され、その教授内容は、漢学、儒学、 仏教、神道を、主とした、日本の伝統を尊重した保守的なもので、学者には、聖堂が祀られ、農本主義、反立身出世主義、倹約、半文明開化を特色としている。学者のことを通称、ちょんまげ学校とも言ったように、まげを言っていることを文人たる、資格条件とした。竹雲は、自らも、各治療に寝泊まりし、門人たちには、 封建的な秩序を認め、現実の加算を維持していくための諸生術、また、当時の明治政府が主導する西洋化政策に順応してはならないことを教えた。各地学者の教育は竹雲以後も1946年まで続き、太平洋戦争終戦時まで村山地方の指定を中心に、総勢182名が入門した。そのうち、 明治10年までの入門者が約3分の1を占めるが、その後も10年ごとに20名前後の入門者が見られた。竹雲以下3代の熟頭はいずれも礼儀と信仰を重んじ、反王家思想を代言するちょんまげと和服姿を貫いた。入門者の出身地は、学者の所在する東村山郡が多かったが、米沢や新城からの入門者もいた。 社会的な階層を見てみると、初期は、王子主層が多かったが、それが、徐々に減ってゆき、やがてほとんどが、自作農汚業者だけになっていった。なお、各地学者は、大正5年には、梅まゆみを香る松を、編産、観光に至っている。明治3年に完成した建物は、母屋が下田行き10軒、両行島藩の木造建築で、1階に4部屋、2階には、 に部屋あって、教室や行動として活用された。他に、付属屋として、食堂、炊事場、物置があった。各地学者の建物は、その思想的背景を知る貴重な資料として1952年4月1日、山形県指定史跡になっており、現在、一般公開がなされている。書庫には、竹雲の遺品屋5237冊の、 和漢天石などが保管されており、1975年3月31日、これら3種5312点が山形県指定有形文化財に指定された。各地学者は、千苔の覆う歓声な面きや春の新芽、クリンソウなどの美しさなどでも知られるが、特にモミジの名所としてよく知られており、10月下旬から11月中旬は、行楽客で賑わう。 庭園にある40本余りのもみじは、明治2年に、京都嵐山の高尾ももじを移植したもので、民謡、花が音温で、花の山形もみじの天道と歌われるもみじは、実は、各地学者のもみじではないかとも言われている。もみじ祭り開催中は、例年、日没から午後8時まで、ライトアップがなされる。県指定史跡、山形県ホームページ専門図書館協議会編。 専門情報機関総覧 2012-2012P52 同情同情同情。ありがとうございます。